杉本和幸9月13日隊は、日本の財務官僚、弁護士。内閣総理大臣事務担当秘書官、財務省大臣官房長、主計局長、財務事務次官、水保総合研究処理事長を経て、2013年3月から2020年9月まで、厚生取引委員会委員長を務めた。兵庫県姫路市出身。東大紛争が、 激しさを増し、入試が取り留めになったため、京都大学に入学する。しかし、入学式の時からバリケードができており、一年間授業が開講されなかったため、再受験し、東京大学門下一類に入学し直す。東京大学法学部第一類卒業。東大在学中に、司法試験と国家公務員上級講習試験に合格。進路で、 多少の迷いがあったものの、感慨とりわけ大蔵省は、国内関係から、国際関係まで幅広い分野の仕事ができると感じ、1974年4月大蔵省に、入省する。大臣官房文書課配属。森吉郎内閣総理大臣事務担当秘書官、主計局次長、主計局次長、主計局次長、大臣官房総括審議官。 大臣官房長を経て、2007年7月10日に、主計局長、2008年7月4日より、財務事務次官となる。2009年7月14日に退官し、その後は、東京大学公共政策大学院教授、弁護士、水保総合研究所理事長、伊藤中商事株式会社社外取締役などに、着任。企業の役員のほか、研究や、 法律の分野を中心に活動。2013年3月5日に厚生取引委員会委員長となり、2020年9月12日まで約7年半務めた。ケンブリッジ大学に留学時、隣のカレッジに留学中の北尾義隆と議論を戦わした。津田博紀前次官に心臓に毛の生えたズーズーしさと評された。 2021年4月の春の叙勲で、随法大受賞受賞。ありがとうございます。